皆さんこんにちは。今回はこの秋の彩りセレクションオーダー引くべきかっていうのをやっていこうかと思うんですけど、このオーダー2500ジェムで星音が1枚確定なんですけど、これ確定枠を見るとですね、1枚1枚が4%か4%切ってるものなんですよね。で、まあこれのこの確定枠のうち俺の欲しいものを調べたらまあ33%ぐらいだったんで、ちょっと俺は引かないでおこうかなって思うんですけど、まあ正直めちゃくちゃ引きたいという気持ちがあるんですが、まあなんかちょっと収録されているスキル的にちょっと上級者向けというか、まあ簡単に言うと、カオスナーシャ、カオス透滅性の215のカオスナーシャが弱点惰性なので、そういうのやる人はなんかめちゃくちゃジェムあったら引くかなっていう感じがするんですけど、このね、4%くらいっていうのがさ、どれだけ低いかっていう話なんですけど、このよくあるそのステップ3とかで本当にいいスキルっていうか、このピックアップすら出ないみたいな、5、6万ジェムくらい使ってなんかようやく出るか出ないかくらいのやつって言われてるやつなんですけど、これの確定枠のピックアップでさえ8.125%なんですよ。で、それより低いんですよね、この確定枠のやつが。で、すげえ大雑把な計算なんですけど、まあ4%、まあ仮に、まあ4%とします、便宜上。まあこっち下のやつ4%なんですけど、こっち3.750で。まあ厳密にはその確定枠以外でも、この入ってる星音がね、出ることがあって、で、しかも、この収録されてる星音は、この、なんていうの、ピックアップっていうか、この秋のイラストのやつだけなんで、常設の星音って言われてて、どのオーダーにも共通して入ってるようなやつとか入ってなくて、この厳選されたやつしか入ってはいないんですが、まあ、便宜上ね、その確定枠だけ考えると、4%っていうことは100回引いたら、4回出るかぐらいなんですよ。この特定のどれか欲しいってなった時ね。で、100回のうち4回来るってことは、25回このオーダー引いたら確定枠に1回、25回引いて1回出るくらいなんですよね、特定のやつが。で、25回って、まあ大雑把に計算すると、2500ジェムを25回払うっていうことなんで、62500ジェムかかるんですよ。特定のどれか狙うだとしたらですよ。まあだから特定のどれか狙うっていうより、欲しいスキル何枚かあったらまあ引くかなっていう感じなんですけど、ゴミがマジで多いんですよ、このオーダー。まあ、ここら辺とか、まあなんか巫女系のやつは多いかな。なんですけど、わざわざジェム使ってまで引きたくねえよっていうものがいっぱいあるんですよね。仮にいいの出たとしても、なんか上級者が使うやつばっかりみたいなね。まあ、始めたての人とかカオス215とかできないでしょ、さすがに。だからなんかそういう人向けって感じがしますね。俺はこのオーダーだと、この小春が一番欲しいんですけど、まあこれ2枠でね、強い片手コーンのモッド素材なんですが、まあこれはね、ハイフマテルっていうね、何層だったっけな。多分ダカゼってことは94層のクリア報酬かな。で、出る、これがね、1枠でね、結構強い効果なんですけど、まあ1枠分なんで、これだけつけてもそんな強くはないんですが、まあその1枠とね、合わせて、まあこれつければいいっていう感じで、まあ、本当はね、1枠の3枚つけると強いんですけど、まあこれ2枠ってことで、まあ必要なスキルが少ないっていうのが良くて、まあその分ほんのちょっとだけね、劣るんですけど、めちゃくちゃ欲しい1枚で。ただね、これがね、さっき言ったように3.750%なんですよ。あとはこの中だと、このナシリーファがすごくいいですね。これも2枠なんですが、まあ、1枠、例えばこういうね、ラブシックルとかね、敵の HP50% 以上の時ってやつが良くて、まあこういうのと組み合わせるといいんですけど、まあ同じ効果で、まあ刻意アルゴっていうものがあって、まあこれもね、同じなんですけど、まあそういうの持ってたらマジで強い。まあ、これね、すごくいいって言われてるんですけど、これよりほんのちょっとね、攻撃力上昇値が高いんで、まあ持ってたらですけど、これが本当に強いですね。で、まあこの秋の味覚小春欲しいって言ったんですけど、もうそれと同じっていうか、まあ、いや、でも中身、もっと中身の方が欲しいかな、俺は持ってないんで。ただ、このトゲトゲアルゴってやつがすごく良くて、まあこれ、カオスナーシャで使うんですけど、まあ、これ効果が、まあ、いい方なんで、
まあ、片手コンの惰性モッドだと、まあ、こういうのあるんですけど、これ本当に狙いにくいオーダーで来たやつだったし、まあ、これも惰性の片手コンモッドなんですが、やっぱりさっきのトゲトゲアルゴの方が強いらしくて、あの火力面でいうとね、これはブレイクゲージ増加量が多いっていうのがめちゃくちゃ大きくて、まあ、九州一層迷宮区でタンクやる場合にあのブレイクとして使うのがめちゃくちゃいいスキルで、本当は必須って言いたいぐらいなんですけど、九州一層でタンクやる場合はね、まあ、それくらいのスキルなんですけど、まあ、これでも一応ね火力は出せることは出せるんですが、あとは秋の芳醇勇気、これ社員ブーストなんで、まあ、例えば試し切り一戦キリトとかと一緒に使いたくなるんですけど、これキリトをセットしてない時に攻撃力 20% 上昇の効果が発動するんで、ちょっと相性が悪いと。だから、まあ、生息性 の、 その直剣モッドを使う場合はこれかなり使いづらくて、しかも、まあ、爆尺領域キリトって、まあ、白熊が映ってる釣りのキリト、あれ自身がやっぱキリトのスキルなんで、もろ相性悪いし、まあ、社員ブーストだけ発動させたいっていう場合はいいかもしれないけど、そんな、それのためだけに入れることは、まあ、あるかもしれないけど、まあ、基本ないかなっていう感じもするし、まあ、やっぱその同じセット内にキリト入れない場合の、その例えばさっき言ったような惰性のその斧とか片手コンで、まあ、なんかカオスナーシャやるときとか、なんか生属性使うときですね、まあ、性以外は全部デメリットなんで、まあ、片手再建で今唯一出てる生属性のモッドはこれだけど、まあ、これはキリトの1枚条件があるし、弓の生属性のやつもこれキリト条件があるんで、まあ、これ、まあ、こういうやつね、さっきもあの片手再建のモッド見せたけど、まあ、500なんで、まあ、ギリ妥協していいかなっていうところではあるんですけど、まあ、一応キリト条件のが多いんですよね、生属性って。で、斧の生属性モッドでキリト条件があるやつってこれぐらいで、まあ、他のはキリト条件ないんですが、まあ、これよりもっと強い効果だったりするんで、まあ、ただ最近ねパワーラヒースとか使う人も結構いるし、まあ、キリト入れないっていう編成もね結構あるんで、まあ、これあっても、まあ、損はないんじゃないでしょうか。ただ生属性でしかねほぼ使わないと思います。あとこのダッと美味しい月吉の、これはねあのタゲガイカジバユミで本当に重要だって言われてるこのスナイピングアロシノと同じバフ効果ですね、これがあるんですよ。ただこれターゲット位置なんで、まあ、ちょっとモーション遅い、まあ、スナピの方がねモーション早いからいいんですが、もうこのターゲット位置、あのこのスキル発動中に通常攻撃ボタンを押しっぱにすると敵に方向が向いて、まあ、なんか攻撃外しやすいみたいなのがあるんですけど、まあ、これコネクトに連結するとそのコネクト中に通常攻撃ボタンを押しっぱにするとあのコネクトがキャンセルされてしまうんですが、まあ、3連結目に入れればそのスキル発動中に通常攻撃ボタンを押しっぱにしても問題ないらしいんで、まあ、外しにくいっていう点でいいと思います。まあ、ただやっぱスナピは早い分外しにくいっていうのはあるんで、まあ、スナピが理想的ではあるんですけど、であとはこの有名スキルボヘミアンペイントアルゴなんですが、まあ、昔は早ぶさ切り必須級スキルとか言われてたんですけど、まあ、今はモブ狩りに使うくらいですね。まあ、広範囲全体攻撃っていうのもあるし、まあ、打飛で広範囲全体攻撃なんで、あのスカルリーパーの腹の部分で火力する場合はね、これも、まあ、これも打つのかな、でもこれ打ってスイッチ貯めながらみたいなのもいいのかもしれんけど、まあ、一応少しダメージ与えられるっていう感じで、これのねスイッチで起動した時のバフが、まあ、デメリットで自分の受けるダメージ3倍になるんですけど、まあ、これでなんかちょっとモブ狩りしやすいみたいなところがあるらしくて、まあ、これ打った後に、まあ、30秒間あの47層とか50層の方かな、これでなんか通常攻撃でワンパンできやりやすいよみたいな話があったり、まあ、結構強い人の話なんですけど、まあ、そういうのとか、まあ、道中でこれ打ってもちょっといいのかもしれ、まあ、道中わかんないな、使ったことないから、まあ、追加ダメージなんで、まあ、あとは弱点発見が、まあ、ギルランとかで使えるかな、でも一定確率だから、まあ、使わないな、いやでも使わなくはないか、うん、まあそれくらい。あとはこれアナライズなんで、まあ、大体ギルラン用かなって感じで、まあ、一応スタックブーストあるんで、まあ、タゲガイカジバユミでなんか1枠使ってみたいなのがしたいときはね。あとはまあ、雨上がりの散歩シリカのなんかリズベット条件満たしつつ、まあ、スタックブーストつけたいなってとき、まあ、ソードスキル枠1枠潰してその分コネクトでいっぱいスキル入れてっていうのはやることもある。
あとはこれはまあアスナ条件満たしつつ打属性弱点ダメ上げたいっていう時にまあ使うかなくらいですけど、まあ一応非戦もあるんでね。まあただ栗ダメ効果は今のところはどうだろう。でも打撃強化あるから基本打属性武器で使うことになると思うんですが、俺あんまってこう持ってないし使ったことないんでわかんないんですけど、まあ使えなくはない、全然いいスキルだと思うんですけど、わざわざこれピンポイントで狙うほどではないかなって感じですね。まあ強いですよ全然。クリダメ効果使わなそうだけどな。あとこれね、ブランディッシュっていうね、技名がね、めちゃくちゃ遅いんですよ。まあその分ね、闇属性のバフがつくので、ハイフティフォンの発動条件満たしたりとかはできるんですけど、やっぱりモーション遅い。まあモブ狩りはしやすいくらいの、その、広範囲全体攻撃ではあるんですけどね。まあ一応勇気のスキルなんで勇気条件も満たせるっていうのはあるんですが、まあ槍のスキルなんでね、ちょっと難しいですね。あとは探検スキルですけど、これ始めたての人にはちょっとおすすめしにくいですね。やっぱ探検は必須スキルがやっぱ片手直近より多いんで、まあギルランも今のところルールバフがね、防御上昇のやつだから、まあ片手直近使う人が多いしって感じで、まあ探検はね、なんかね、うん、そうだね。どっちにしてもやっぱ始めたての人にはおすすめしない。あ、これはね、これはちょっと強いけど、でも火力出すってなったら、まあ、今の環境は、まあ、弓がいいし、別に悪いスキルではないんですけどね。クリ率 300% と、攻撃上昇までつくんで、まあ、1枠でそれができるっていうのはすごいいいんですけど。あと、これは欲しいですね。シトロンナイトアリス。これ探検スキルですけど、まあ、スイッチで使わずとも刻印が起動するし、生属性鬼バフが起動すると。で、しかもスタックブースト。まあ、最近だとそのカオスナーシャですね。これ刻印打ちながら生属性鬼バフつくんで、打性が弱点のカオスナーシャにすごくいい。まあ、探検は、まあ、熟練度スキルで執行者の目っていうのがあるんですけど、まあ、刻印と執行者同時についたらすごくいいし、まあ、小春にね、突水にね、スイッチで入れてもらって、三つ乗りとかね、できるかもしれないんで。まあ、生属性使わなくてもね、これ刻印ってだけですごく良くて、まあ、カオス討滅戦でやっぱ小春のスイッチ枠に入れてとかで、まあ、すごい使いやすいし、自分が使う場合でもね、やっぱ刻印ってサポートですごくいいんで、これ欲しくてね、頑張ってオーダー引いたんだけど当たんなかった記憶があるんで、すげえ欲しいんですけど、まあ、一応俺今ね刻印持ってるんで、土属性のやつですけど、まあ、それねモーション早いんで、衝撃の入りが、まあ、とにかくねこれね、いいスキルであることに変わりないんで当たりですねこれは。あとね、このユニークセンス勇気、歴戦っていう攻撃力がレベルに応じて上がる、なんか強いスキルあるんですけど、これ勇気条件満たしながらね、歴戦発動させられるのがいいですね。あとね、これね、歴戦発動しながらね、呪い耐性強化もつくのがすごく良くて、呪いって自分が受けるダメージが2倍になるし、回復アイテムの効果が半減しちゃうっていうのがあるんで、呪い耐性強化あるのがね、すごくいいですね。あとは、バイテスレディか。これもキリト大嫌いなスキルですね。キリトに入った敵やな。キリトを装備してない時に残弱 30% の、まあ、土強化のパワラなんで、まあ、キリト入れないってなると探検の土属性で使いやすいのかな。まあ、片手直剣編成でもね、キリト無理やり入れないっていうのもできるんですけど、まあ、これ自体覚醒スキルではないんで、まあ、覚醒率下げてでもなんかしたいって時に使うけど、うん、やっぱね、残属性弱点ダメの効果が、キリトを装備してない時につくっていうので、基本残属性で使うことになると思うんですよ。残属性武器、残属性のスキル使う時に。だから、始めたてで職権元使うっていう人はちょっと使いにくいかもしれないですね。まあでも、キリト無理やり入れないっていう編成もね、もうできなくはないかもしん、まあないのかな？ないので、まあ直剣元自体がキリトだったら使えないけど、まあ使えないとまでは言わないけど、パワーライズとね、この土強化発動するんで、あって損はない。多分何かで使うんじゃないでしょうか。勇気条件満たすとかで。あと、プリサイスアーティストは、スタック削りって言って、ボスにスタックがついてるそのバフが、バフ状態の時にそのスタックを削るやつ。で、まあ、カオス戦取るとかやる人あんまいないだろうし、他の、スタック削るカオスとお店のボスってそんな、いたかな。31層フロアボスのもう別にスタック削りしなくていいしな、弓使えば。まあ、ギルランぐらいですかね。これ使うとしたら。あ、でもクリティカル発生率上昇の効果もあるし、春雷までついてるんで、まあ、ギルランいいかもしんないですね。あと、博学の振動優位。これは、ブレイク性能高めの脱地の覚醒スキルで、
まあ、さっき言った全開ストリートリズベットっていう片手コンの惰性のモッドスキルあったと思うんですけど、あれブレイク増加量が多いやつなんですよね。それ91層のタンクでその持ってない人ですね、使えないっていう人がいる場合に、なんか俺その火力で最近情熱セッション当たったんで試しに行ってみたんですけど、やっぱねブレイク値足りないっていう感じがしたんで、ちょっとこれでねブレイクしつつ火力もやってたんですけど、まあ火力中心の編成にするとしたらやっぱ入れないことにはなると思うんですが、まあこれねアナライズデバフあるんで、まあギルランで使えるかなって感じで、まあ一応全体攻撃なんで始めたての人は、まあ、モブ狩りしやすいんじゃないかって思うし、悪いスキルではね、すごくいいスキルですが、まあ、始めたての人はもっと狙いたいスキルあるかなって感じで、次治癒剣美の剣士っていうものかな、キリト。これはね昔はねこの属性付与っていうのがハヤブサ斬りで使われてたんですけど、まあ、今の環境だとウサギ狩りですね、ウサギの弱点に合わせてこの数属性付与をして、まあ、やるっていうので、まあ、47層のウサギの弱点ダカゼっていうのがあるんで使えなくないですね全然。47、50はよくレベリングするとこで、たまにねウサギ出た時に狩りに行くっていう感じですけど、やっぱ風属性付与があるといいし、全然使えるスキルですね。あとはこのオートセーブっていうのが状態異常ここ書いてあるやつの時に防御力が上がるんで、これ本当にスキル持ってない人は例えば85層フロアボスのホアンで、まあ、タンクやる時にねこのオートセーブついてるやつ入れるといいんで、まあ、アクセンクトリズベットってやつもこのオートセーブなんですけど、俺ね最初ねスキルあんま持ってなくてこのオートセーブ入れてました。あとこれ遊戯王の歴戦なんで、遊戯王条件満たしながらねこの歴戦って、あそうこれ歴戦なんで、でさっきのユニークセンス勇気も歴戦なんで、歴戦欲しい人はねちょっといいかもしんないですね。まあ、2つ合わせても多分 8% ぐらいなんでちょっと渋いですけど、オーダーの排出率的に。あとはまあやけどダメージっていうのがあるんですけど、まあ、どうしてもその編成にコーヒーブレイク入れたくなくて、でも枠内って時、まあ申し訳程度にこの火傷ダメージ低下入れるくらいにしようかなみたいな、まあそれで耐えられたらいいな、でもまあ耐えられなかったら仕方ないかみたいな仕方ないかっていうか、耐えられなかったらまた他の対策感じる考えるって感じか。まあとにかくね、まあ、これ歴戦なんですごくいいです。まあ、汎用性高めな方なんじゃないですかね。これ未知への扉シリカ、これは今槍の前方扇形広範囲の全体攻撃で、これはなんか77層とか94層でモブ狩りするときにね、ダンジョンなんですけど、突闇が弱点のね。まあ、これね、全体攻撃でモブ狩りしやすい。まぁ、ちょっとね、モーション長いんですけど、やりやすいってのはあるし。これね、槍で珍しいシリカのスキルなんですよね。まあでもそれくらい。まあ噴光だから、まあめっちゃ回復したいときに、まあ、入れることあるかなっていうくらいですけど、あとこれは、探検なのに突風のスキルで、まあ、これ基本モッド素材として使うんですけど、まあ、タゲ外で火事場効果がない、まあ、探検なんで火事場効果あるわけないんですけど、まあ、タゲ外で、まあ、珍しく 100% のやつで、まあ、1枠 50% で 100% みたいな性能なんですけど、まあ、ちょっとね効果はいいので、まあ、もしかしたらギルランで使うかもなくらいだけど、まあ、あんまり使ってる人見たことないですね。あとはもうここは巫女の日常サチ以外のこの巫女系のやつ全部ゴミだと思います。もう始めたての人からしたらね、もういやでもこれどうなんだろう、俺わかんないんだよな。一応見てみるか。巫女の務めシリカ、あーこれゴミですね。でも150、180追加ダメージ、全身全霊、あーモブ狩りで使えんのかな。でも180じゃ低すぎるな。47層とか50層でワンパンしたいなら1000とか2000くらいの追加ダメージあったら嬉しいんだけど、180じゃちょっと、しかも全身全霊が 13% だからな、攻撃力。いや、これゴミですね。あと、これは突密で攻撃強化4あるんですけど、まあ、弓のコネクトに入れるとしても、もっと他に入れたやついっぱいあるんですよ。火事場バフとか、クールタイム軽減少のやつとか、スイッチ溜まるやつとか、他にいろいろ入れたやつを押し、ちょっとスティッチっていうのがあんまり、スティッチ連続でやると、ボスから遠くなって、まあそこは別にいいか、そこはいいけど、まあとにかくこれは、よっぽどスキルない人が入れるくらいだけど、そんなスキルない人31層来るって話なんで、いやでもこれ、なんか使わないかな。くれない飲み壊すな。あ、これ回復 5% しか回復しないのにクリティカル発生時っていうのがあるんで、条件があるんで、ちょっと、
使うの難しいな。でも道中、あの迷宮区とかダンジョンの道中でクリティカル、その作詞バフとか打って、まあ、これ全体攻撃、まあ、これを打つっていうのはないかな。でもなんかモッドに入れてなんか追加効果って全体攻撃で当てた分全部発動するんで、まあ、3体当てても 15% 回復じゃしょぼいな2枠じゃ。いやしかもやっぱ道中ってやっぱワンパンで倒したいじゃないですかモブで、こんなの入れてるやつ打つ暇あったらさ、あの火力出るスキル一発打ってモブワンパンで沈めたいよねっていうのがあるんで、まあ強い人からするとね、これはちょっと、まあ始めたての人はこのシャープ、確かシャープっていいやつだったかな、モーションが全体攻撃なんで、あどうだったかな忘れたけど、まあ始めたての人はモブ狩りに使えなくもないのかなって感じで、まあでもそれオーダーで引いてさ出たらやっぱゴミって思うよな。もっと欲しいスキルいっぱいあるもんやっぱり。紅葉の舞、あでもこれもねゴミですね。なんか巫女系使えないのばっかだな。あそうだこれ見てないか、キュートペインターシリカ。でも探検スキルなんだよな、探検で使ったことほぼなくて、これなんかモッドの中身に入れると、まあ、強いかもしんないけど、まあ、99スタックで攻撃力2000近く上昇になるのか、まあ、強いっちゃ強いけど、まあ、直剣モッドでよくねってなるんで、始めたての人は、まあ、なんか始めたての人はね、あのねこのオーダーねおすすめしないです。いや本当に強いスキル入ってるんだけど当たるかっていうとなかなか当たらないと思うんで、そんだったらまあこれから来るピックアップとかで強いやつ引いた方がいいと思うんで、いや別に全然引くのは自由ですよ、全然引くのは自由だし、これで引いてすぐ当たるってこともあるんで全然引いていいですよ、引いていいですけど俺はおすすめしないっていうだけで、全然引くも引かないも自由なんで、まあ、当たり前ですけど、まあなんか強いスキルもちょっと上級者向けのが多いなっていうイメージです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。